今東海地方で震度7の地震が発生しました。静岡市清水区の専門学校で行われたのはペット同行の避難訓練。12匹の犬を連れて近くの広場へと逃げます。目的地へ着いた学生とペットたち。しかし訓練はここからが本番です。この黄色のテントの張ってあるところが避難所運営本部になります。この場所を小学校に見立て、ペットの受け入れが可能な避難所を作ります。訓練の1ヶ月前、学生たちは避難所の運営方法について考えました。イーさんが50歳で一人暮らし、体調不良、犬や猫9頭避難で、イーさんの猫と猫使ったのは避難所運営が疑似体験できるゲーム、通称ハグ。しかもペット避難専用です。このゲームができたわけは、いろんな人がペットと同行避難してくるよ、その人たちと、どうやって避難所でうまくこう避難生活を送っていくかっていうことが考えられるヒントになればと、思っていく。背景には環境省が作成したガイドラインがあります。東日本大震災などの経験から、災害が起きた場合、飼い主はペットを連れて避難する同行避難を原則とすると定めました。しかし県内ではペットの受け入れが可能な避難所は全体の半分以下。すべての避難所がペット受け入れが可能な熱海市でも、去年7月の土石流災害では対応が追いつきませんでした。ゲームの中でもペットを受け入れる難しさが浮き彫りとなりました。じいさんが柴犬と避難、これが柴犬、女性は一緒にしちゃダメでしょ。他の犬に吠えるならどっか遠くに、いや、外女の子と一緒にしちゃダメだから。避難所にやってくるペットは一匹として同じものはいません。学生も最善の方法を考えます。ハグで学んだことを避難所の開設にどう生かすか。ここは大事な動線になります、人間の。なのでここは使えません。じゃあここを使ってください、はい、飼育スペースの場所が決まると、ペットの居場所やトイレなどを作ります。すごくない？小型犬でもなんか2人しか入らない。これをこうして、あ、ここ、あ、壁に当てて。発災直後を想定し、限られた物資でペットの生活空間をどのように作るか知恵を絞りました。段ボールとかだと目に当たっちゃうとか、例えば高齢のワンちゃんとかだったら目が見えにくいとか、距離が分かんないとか、そういう子たちに角がぶつかんないようにしたいとか、そういうのを伺いました。自分ができることは極力やりたいと思います。ペットに関する知識のある人もいなければ、準備しているものもない、理解もないっていうところで避難を念をしていかなければならないので、相当な準備が必要になると思いますが、していれば必ず共生、同じ避難してきたものとして一緒に過ごすことができるんじゃないかなと思っています。今後避難所にペットがいることが当たり前の時代がやってきます。どうペットと共存していくのかも避難所運営の大切なポイントと言えます。本当は壁につけ